人狼記ウィンブルガは、綱島史郎による日本の漫画、チャンピオンレッドにて2016年10月号から連載中。人気シリーズの一作であり、ロボットの戦闘だけでなく、性暴力や女性のヌードのシーンも多い、いくつもの階層で成り立つ世界。最下層の街、ボイド・ミューラーで暮らす少女、真っ白・ミューラーは、 妹のように可愛がっていた少女舞や父の剣と共に平穏に過ごしていたが、ドミネーターと呼ばれる者たちに襲撃され、平和は終焉を迎える。層の向こう側では、男性は奴隷にされ、女性はドミネーターの男たちの慰み者にされる過酷な現実があった。真っ白たちの暮らす街も例外はなく、その脅威にさらされてしまう。 そこで最愛の妹であるマイがドミネーターの男に、殴り殺された姿を目撃して怒り狂った、真っ白に呼応する、ウィンブルガという、一きがあった。真っ白の怒りの感情を気に入ったウィンブルガは彼女を、総主として迎える。そして、ボイド・ミューラーの一つ上の、ボイド・ティンベイで出会ったマイに似た、女性戦士、ヒカと出会う。一方、ドミネーター側もネムロ・ダイジロウが真っ白を、 両辱したいと執着し、精鋭部隊、エイトラウンズに彼女の捕獲を依頼したことがきっかけで、エイトラウンズメンバーとマジロが関わり、彼らの価値観にも変化をもたらしていく。マッシロは戦いの中でウィンブルガとの絆を育んでいく。それと同時に、世界の謎やマッシロ自身の出生の秘密も明らかになっていく。ボイド・ミューラーの上の階層の女性たちで成り立つ。 ドミネーターに対抗する組織、ありがとうございます。